海を挟んだお隣さんに、ロシア、中国、北朝鮮と脅威が迫る日本は、ごく最近も北朝鮮からミサイルが撃ち込まれているんだ。こうした脅威から、日本はどうやって身を守ろうとしているのかしら？実は、日本は国防の切り札として、レールガンの開発を進めてきたんだ。レールガンって、漫画、アニメ、映画に出てくる、電気を使用した兵器のことかしら？そうだぜ。ということで今回は、日本の切り札、電磁レールガン、あまりの技術に中国が嫉妬し、ブチギレ、お送りするぜ。お願いね。それでは皆さん、最後までゆっくりしていってね。霊夢は、ガンというと、何を思い浮かべるんだ？拳銃や小銃、機関銃、大きなものであれば、戦艦の主砲かな。これらの似ている部分は、いずれも創薬という、一種の火薬を発火させて生じた、燃焼ガスのエネルギーによって、弾を発射することになるが、レールガンは創薬の代わりに、電磁力を利用するんだ。火薬じゃなくて、電磁力で弾を発射することで、どんな違いがあるのかしら？レールガンと、もともとある火砲との最大の相違点は、速度、射程で比較対象すると、圧倒的に高速、長射程が可能になるんだぜ。ふむふむ。レールガンが発射される弾体の速度は、マッハ5以上と言われていて、攻撃可能な範囲は200キロ以上にもなるんだ。マッハ5って、どのくらいかしら？マッハ5とは、時速にすると6170キロだから、音速の5倍で、極超音速と言われる速度だ。目にも止まらぬ速さで発射されるから、弾の威力がとてつもなくアップするってことね。攻撃目標に命中すると、大きな衝撃力が発生して、壊滅的な被害を与えられるんだぜ。ぶつかるだけで、ものすごい威力を発揮するのかしら？航空母艦でさえ、貫通する破壊力とも言われているんだ。え、やばすぎない？だから、弾自体に創薬を仕込む必要もなく、一段一段の費用を大幅に抑えられるらしいぜ。つまり、レールガンなら、敵から反撃される可能性が少ない遠くの場所から、素早く強力な攻撃を低コストで仕掛けられるのね。砲はミサイル攻撃にも対応できるから、南西諸島防衛にもうってつけで、中国を驚愕させる、リーサルウェポンなんだぜ。ウォールストリートジャーナルの報道記事によると、アメリカ海軍が開発中のレールガンは、アメリカのスーパーガンという表現で、安全保障にも大きな影響を与えるほどらしいぜ。それほどまでアメリカが言ってるんだったら、すっごく神がかった兵器なんでしょうね。以前からレールガンは注目されていて、指向性エネルギー兵器とも呼ばれてきたんだ。指向性エネルギー兵器って？非常に高速で目標にエネルギーを伝達して、熱や機械的なストレスによって、ターゲットを破壊できる兵器のことだぜ。ふむふむ。こういった兵器が完成して実戦配備されれば、中国やロシアの A2AB 戦略、特に対艦弾道ミサイルや、対地弾道ミサイルの脅威を大幅に減らせるんだ。結構な自信ね。そういえば、アニメや映画に登場していたレールガンも、すごいパワーだったわ。アメリカ海軍にとっては、レールガンの装備で、アジアの作戦地域へ近づくことが再び可能となるぞ。アメリカ海軍が再びアジアへ近づけるって、どういうことかしら？A2AD 戦略を持つ中国に対抗するために策定された ASB で想定していた大型艦艇の損害を避けるために紛争直後に一時的に中国の対艦弾道ミサイルの射程外に後退させる作戦が不要になり日米同盟の信頼性の向上も期待できるんだ。中国にとっては脅威ね。日本がレールガンを持てば抑止力になるわ。日本の重要施設や南西諸島の防衛において、諸外国による各種ミサイルの攻撃に対して、有効に対処できる可能性が増大するぞ。まさにネクストジェネレーションの新兵器にぴったりね。そして通常兵器と違って、電気伝導体のレールで加速させた、固い発射体で目標を破壊するんだぜ。ほほう。アメリカ海軍が開発中のレールガンは時速7240キロ、マッハ6まで加速できて、有効射程は200キロ、1分間に10発の射撃が可能なんだ。核ミサイルや弾道ミサイルとは大きく異なる、SDGs を意識した兵器だね。レールガンは、航空機、ミサイル、戦車など、ほとんどのターゲットに対して有効だぞ。陸、海、空を完全制覇する新兵器ってことね。レールガンの発射体を誘導する技術の開発はほぼ完了していて、スーパーコンピュータを使用して狙いを定め、スマートフォンでも利用されている GPS を使って、軌道を修正する仕組みだ。もうアナログ兵器の時代は終わって、これから先は、兵器もスーパーコンピュータを利用する時代なのね。
アメリカ海軍はプラグマティックなサイズ、性能を満足する艦艇搭載用のレールガンを開発するために、2005年にレールガンプログラムを公式の認可で開始したんだぜ。ふむふむ。2種類のレールガンを製造して、音速の約6倍となる速度で、砲弾を発射可能であることを陸上テストで実証したんだぞ。ちなみに、その2種類のレールガンって何なの？レールガンは、BAE システムズ社製と、ジェネラルアトミックス社製の2種類で、艦艇に搭載するレールガンの試作モデルは、何度も延期されるというプロセスを経て、何度も取りやめを繰り返していたんだ。結局のところ、すごく複雑で開発が簡単でないレールガンは、一筋縄でいかないのね。開発時には、バランスが保たれている資金供給が続いていたんだが、2018年に、中国海軍が艦艇搭載用のレールガンを開発していることが判明したんだぜ。ほほう。中国海軍に競り合うようにして、アメリカ海軍もレールガンプログラムをスピードアップさせるのでは、と思われていたんだ。それが実際のところは、違ったと。2022年度の会計予算案の中で、アメリカ海軍はレールガンプログラムへの資金供給をゼロにしたことが明らかになり、事実上、レールガンの実用化に見切りがつけられたんだぜ。でも、中国がレールガンを開発してるって判明したのに、やけにすっぱりと引いたんだね。そもそも迎撃が困難な極超音速兵器の登場で、水上艦艇によるレールガンに資金を供給して実用化させたとしても、極超音速兵器を持つ中国やロシアとの戦いで、活躍する可能性は相当低いってことだ。対中国や対ロシアには、開発が難しすぎるってことかしら？量産化する時期の見通しも立っていなかったから、国防予算の状況が厳しい中で、資金を供給することは、不適当なプログラムと判断したのかもしれないな。可能性がほとんどないものには予算を出せないって、深刻な問題だね。しかしながら、つい最近、議会が予算を復活させたようで、本格的に不死鳥のように蘇る可能性もあるんだぜ。アメリカだったら、レールガンよりめちゃめちゃすごいものを作ってきそうだけど。そんな中で、中国がレールガン的なものを開発したんだ。的なもの、アメリカでも手に負えなかったのに、中国がレールガン開発って、にわかには信じがたいわ。近未来的な兵器というイメージがあるが、その歴史は古く。19世紀の時点で兵器として研究されていたけど、21世紀になっても開発が成功していないんだぜ。あのポンコツ中国が、人類が2世紀かけても開発できていない兵器を開発できるとは思えないわね。20世紀後半から現在にかけては、研究が進んでいるんだが、バカでかい電源装置を要するなどの制限によって、火器に代わる兵器としての量産化は実現していないんだ。なるほどね、そんな制限があったということは、電源装置の大きさを小さくできなければ、量産化は難しいってことか。現在では宇宙兵器のほか、軍事以外のあらゆる分野への応用が、模索されているみたいだぜ。ほほう。そんなさなか、中国の軍事番組の中で、電磁砲を発射試験する映像が初めて公開されたんだ。なんか怪しいわね、まず、間違いなく意図的な情報操作番組でしょ。電磁砲には砲管に沿わせて設置された電磁石のコイルによって、生じた磁力で弾を発射するコイルガンと、レールと弾の間に磁場を発生させて発射するレールガンに大きく分類され、今回紹介されたのはコイルガンらしいぜ。ますます怪しいわね、目につくものすべて偽装や模倣する国だから、信用力はゼロに等しいわ。1930年代にアメリカで、固定式のコイルガンが発明されて、マシンガンと同じように将来が期待されていたんだが、結局のところ軍事的な技術として、関心を集めることはなかったらしいぜ。当時も注目されてなかった技術を、なんで今になって引っ張り出してるのよ中国は。中国が開発したとされているレールガンは、電磁砲を発射する際に火薬を必要としないから、発射する時の爆音や発光もないらしいんだ。ふむふむ。レールガンの弾丸は、先端部がシャープな円柱形の物体が発射されて、姿勢を安定させるための小さな尾翼がついていたらしいぜ。オーソドックスな大砲とは弾丸のフォルムが違うのね。今回、中国軍が公開した電磁砲は、軍事的な利用をするかどうかについては明らかになっていないんだ。いくら、レールガン的なものを作ったとしても、軍事的に利用できなきゃ、お話にならないよね。将来的には軍事的な用途ではなく、山火事が発生した場合に消火剤が充填された消火弾を発射するといった、災害支援の目的で利用することを想定してるらしいぜ。ほほう。
中国の軍事番組のテーマも山岳レスキューで、山火事をいち早くブロックする最新兵器として、この電磁砲が紹介されていたんだ。なんか中国当局の情報統制がプンプンに多いわね。軍事番組なんかじゃなくて、消防番組で報道すればいいのにね。中国はああだこうだと言い訳しているけど、結局は軍事的に利用することは無理だったんだな。そうね。コイルガンとレールガンの差は歴然で、レールガンの方が世界最高峰の技術力が要求されるんだ。うん、世界最高峰の技術だったから、アメリカも手を引いちゃったんだものね。軍事利用よりもロケットの代わりとなる衛星発射、宇宙ステーションへの物資供給といった、宇宙分野でうまく用いることを考慮した、研究開発へと移行しているんだぜ。宇宙か。中国は根本的な問題、すなわち電力問題を解決できなかったんだ。そっか、電磁波は天文学的な電気を使うから、その電力をどうやって供給するかってことか。瞬間的に必要となる大きな電力や、高負荷状態における防護性といった、電力に関する課題が解決できないことには、量産化は難しそうだな。中国の情報は、一体何を信じればいいのかわからないわ。そんな時、なんと日本がレールガンの開発に成功して、量産化に動いているという話が出たんだ。え、日本が？核保有国じゃない日本にとっては、核の抑止力にもなるんじゃないのかしら？世界で緊張が高まっている中で、日本の国防は新たな局面に立たされている。とりあえず詳しい内容を説明していくぜ。よろしくお願いします。迎撃が困難だと言われている、極超音速ミサイルの開発が他国で進んでいる中、日本政府が研究開発に力を入れているものの一つがレールガンだ。さすがは、ものづくりの日本ね。日本のミサイル防衛網では、迎撃が困難とされているミサイルが出現し、その一つが極超音速ミサイルなんだぜ。ほほう。マッハ5以上で空を飛ぶミサイルで、中国、ロシア、アメリカなどが開発しているんだ。アメリカは同盟国だからいいとしても、中国とロシアが装備しちゃうのは心配ね。ウクライナに対して、ロシアが使ったことで話題になったことがあるぞ。ふむふむ。これまでの弾道ミサイルは、山なりの曲線を描く軌道でターゲットに到達していたが、このミサイルは低高度で飛ぶだけでなく、不規則に上下左右へと動くから、海外の軍隊は探知、迎撃が困難だとされているんだ。不規則にマッハのスピードで空を飛ぶから、ミサイルでの迎撃が難しいのね。レールガンはバラエティに富んだ、SF 作品に登場するフィクションの兵器だったが、日本では実際に量産化を目指して、研究開発が進められているんだぜ。フィクションを実現するって、すごくない？今までの迎撃ミサイルは火薬で飛ばしていたんだが、日本製のレールガンは火薬を使用することなく、電磁力だけを使って飛ばす仕組みになっているんだ。アメリカと同様に火薬を使用しないなんて、本当に SDGs を意識したエコロジカルな兵器だわ。次世代装備レールガンの試作品の内容は、重さが約8トン、砲身の長さが6メートルで、弾丸はダーツの矢のような形をしているんだぜ。狙ったポイントへ、バッチリね。ミサイルの発射実験では、従来の火薬を利用したミサイルよりも速い、なんと秒速2297メートル、約マッハ7を記録したんだ。マッハ7となると、もはや迎撃する時間すらないわね。これでもまだ研究開発の段階だから、課題と改良がまだ山積みしているらしいぜ。もっとブラッシュアップしたら、恐るべしってことね。発射する際に大きな電力が必要になることから、アメリカや中国でも成し得なかった。キャパが大きな電源装置を、サイズダウンする方法を日本は見つけているんだ。電源装置のサイズを小さくすることが、アメリカでも成し得なかったってことは、超難しい技術ってことだね。レールガンには65億円の予算が組まれていて、防衛省は今後7年間で量産化に向けて、研究開発を加速させていく考えで、ミサイル防衛の立て直しに乗り出すために、電磁力で発射した砲弾でミサイルを迎撃する技術を、中核に据える計画を発表しているんだぜ。だけど、65億円って少ないような。迎撃することが困難な極超音速兵器の開発を進める中国や北朝鮮に対抗して、新たな防空手段として実用化を目指しているが、この予算でやれるのか？という疑問もあるんだな。ですよね。相手の発射基地まで届くような、長射程ミサイルの開発と合わせて、2030年までに体制を一新する予定らしいぜ。相手の基地までターゲットできるって、やばすぎるわね。火薬を使用せずに、
電磁力の原理で弾を高速で撃つ技術で、電気を通しやすい素材で作ったレールの間に弾を置いて、電流と磁界を発生させて、弾を発射する技術を使用した兵器だ。電磁波で飛ばすって、不思議だね。磁場の中で電気を流すことで、力が発生するフレミングの法則で弾を動かすことは、モーター発電機といった、身近なところで利用されている技術が基礎になっているんだぜ。電磁波で飛ばすってことは分かっていたけど、弾丸にも仕掛けがあったわけね。ここで、レールガンの特徴をまとめておくと、電磁力の原理で迎撃弾を高速発射できる、弾丸が小さく探知と迎撃が困難。電流の強弱で弾丸の速度を操作可能、従来のミサイルと違いコストがはるかに安い、ということになるな。分かってはいたけど、このレールガンを開発しちゃう日本の技術は、ナンバーワンと言ってもいいんじゃないかしら。発射するためには大きな電力が必要で、より少ない電力で弾丸を飛ばすための工夫をするとともに、電気を通しやすく、頑丈な素材の開発もしているんだ。いつ頃から日本は、レールガンの開発を始めたのかしら？1980年代から開発が行われていて、当初は軍事的目的ではなく、JAXA による宇宙船開発のためだったらしいぜ。兵器としての開発には出遅れていたのね。2016年から本格的な開発に参入したんだけど、アメリカでも克服が難しかった、アーク放電という問題をいとも簡単に克服して、レールガン開発の先端を走ることになったらしいぜ。でも、こんなに凄まじい兵器を開発しているのに、中国とかは何も言ってこないのかしら？もっともなことで、中国やロシアは日本のレールガン開発に対して、猛烈に反対してきてるんだ。それは、どうしてなの？中国やロシアは超音速ミサイルが、無力化されてしまうことを恐れているからなんだ。そりゃ、中国やロシアはプライドの塊だから、日本がすごい兵器を開発したら、立場がなくなるんでしょうね。それに、日本のレールガンが中国やロシアへの抑止力となってしまったら、中国やロシアの打開策は同じレールガンを作る、といった同じ土俵に立たなくてはならないわね。レールガンはアメリカであっても諦めたくらいで、そう簡単に開発することはできず、中国にできることは弾道ミサイルを、レールガン以上のスピードを出すことなんだ。諦めてどうぞ。だけどレールガンは一直線に飛ぶのに対して、弾道ミサイルは放物線を描いて飛ぶから、物理的に難しいかもしれないな。他の国は日本にレールガンを撃たせない、外交努力が必要ってことね。特に近年の中国とロシアは軍事協力の加速化、進化が世界中で注目されているんだ。ほほう。軍事ウェブサイト、グローバルファイアーパワーが毎年発表する軍事力ランキングでは、アメリカが1位で、2位はロシア、中国が3位。日本は？5位だ。そのため、中国とロシアの軍事同盟は、アメリカにとって最悪のシナリオと言われているんだぜ。これは日本にとっても極めて大きな脅威ね。むしろ日本にとっては最悪のシナリオかもしれないな。仮にこれら共産主義、独裁主義国と民主主義国の対立が本格化した場合、地理的に狙われやすいのは？やはりアメリカより日本かしら？日本は民主主義国の最前線として、共産、独裁主義国と対峙していかねばならないかもしれないな。そんな中国とロシアからの攻撃に対する有効な手段として、レールガンの開発は、日本の国防において重要なものだと言えるわね。ただそうは言っても、アメリカが開発を中止したように、レールガンの実用化は簡単ではないんだ。大きな課題は何かしら？試射に関して、低出力短射程のレールガンを試作しているうちは問題にならないが、大出力長射程になってくると、それを実際に最大射程で撃って、テストできる場所があるのか、ということが問題になってくるんだ。アメリカ海軍のように最大射程約400キロを目指すとした場合は、東京から西に向けて撃った弾は、名古屋より先に着弾するが、日本にそんな広い射場はないんだ。太平洋上で試射すればいいんじゃない？その場合だと、事前に通告を出して、航行禁止海域を設定しなければならないし、そこに防国の情報収集艦が入り込まないようにしなければならない。それは厄介な課題だわ。さらに、大出力のレールガンを開発することの技術的困難を考えると、いきなり大型長射程のレールガンを目指すのではなく、もっと小型低出力のものから始める方が、現実的とも言われているんだ。ふむふむ。もちろんこれらの技術的な制約に加えて、予算という問題も。レールガン以外にも、いろいろな研究開発計画が動いているから、予算を独り占めできるわけではないのね。
そこにさみだれ式に予算を投入して、時間をかけすぎたり、完成した頃には、もっと使えそうな新技術が出現していたり、完成はしても搭載できそうな、プラットフォームが見当たらなかったりしたら、シャレにならないわね。また、そのレールガンをどのように使うかという運用コンセプト作りも重要で、ウェポンシステムの開発はいつもそうだが、まず、どういう想定脅威に対してどう対処するか、という運用コンセプトが起点となるべきものなんだ。レールガンの開発の今後の動向が気になるわね。本日の話はここまでだぜ。よかったら、チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それでは皆さん、また次の動画でお会いしましょう。